おはようございます。西田渉です。5月7日金曜日ですね。今日の東京で天気があんまり芳しくないですねで。ですがね、結構涼しく快適に過ごせているかなと思っております。今日の僕はね、こちらのサブチャン、そして西田塾、YouTube メンバーシップの動画を出します。今日はね、えー、とまあいいや。で、えー、とあと1点はね明日、明日なんですけれども、西田渉フォトコンテスト第2回のやつですね。 での授賞式がオンラインでありますのでそちらの準備ですねもうほぼほぼ選定はあらでは終わってましていよいよ細かいところを詰めていきつつ、えー、症状とかもねありますから症状を作ったりとかそういったね事務的なことをやっていこうかなと思っております。多多くくのののねね関係者も含め多くの皆様様に、えー、直接、ね、ライブ配信で受賞式の模様をお届けしますからぜひそちらからららそち ご覧いいたただけたら嬉しいかなと思ってます皆様でねぜひ皆様と盛り上がっていくあのー、フォトコンテストっていうね新たな試みで、えー、チャレンジトライしていくっていう形でね皆さんもぜひそちらをご体感いただけたら嬉しく思っておりますのでぜひ明日5月8日の21時ですねに、えー、ライブ配信で受賞式を行いますのでぜひよろしくお願いいたします。 で今日なんですけどもちょっとねソニーの話してみようかなと思ってます。もう本当に噂なんですけれども、えっ、ー、と、アルファ9-3と呼ばれるね、カメラ。まあ連写機だったりっていうところで、えっ、ー、と、今はアルファ1ってフラッグシップ出てるんですけども、まあ即写性よりスピード重視みたいなところを目指してるカメラがアルファ9-2で、3になると、 メカニカルシャッターがなくなるかもしれないっていう話が上がっててまあ確かにそうだよなっていうもうソニーとかの方向性を見ていった時にあとはそのメカニカルシャッターカチャッカシャッカシャッっていうこのシャッター膜がこうカシャンカシャンカシャンってねこうなっていくシャッター膜これがある必要性がなぜかっていうところっていうところの要素がだん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 と少なくなってきていると。 俗に言う一眼レフデジカメからミラーレスに移行していくって言った時にあえて高額で除いてシャッターを切らなきゃいけないという要素がかなりミラーレスになって今少なくなってきましたよね。以前だとまあそれこそファインダーの消失時間だとか見え具合とかね動いてる時の像がこう,ゆこうボケるとかちゃんと見えないとかそういったものがだん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 とそれこそ α 9 ⅱ とか相当 えー「ブラックアウトフリー」とかって歌ったりしてね相当見やすいっていうお話ですからでそういった時に次の方向性としてはあえてメカでカシャって撮るっていうところそのローリングシャッターと呼われる動いてるものがこう歪んでしまうっていうまっすぐなものがこう斜めに歪んでしまうっていう要素があったりはするんですけれどもそういったものが徐々に徐々にその電子シャッターと呼われるところでもねかなり解消してきているっていう。 流れになってますよね各社キャノンもそうですしソニーもねかなりその辺は気を使って気合を入れて作ってきていると。ってことは将来的に進んでいく方向性としてはメカがねこうガシャ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 って動かなければ秒30コマってもう今すでに5000万画素で30コマっていう時代が来てますよねアルファ1でね。でキャノンの R5 が、えー、電子で20コマで えーとメカで12コマっていうところなんですけども要は電子っていうのはあとはそのまあ映像エンジンといいますか書き込む速度ですよね、えー、とこういった CF エクスプレスとかこういったものに直接電子の情報を書き込んでいくっていうまあ本当にパソコンみたいな勝負になってくるっていう話になってきますから。 そうなると電子シャッターできっちりと今までのメカシャッターで撮っていたようなものが忠実にある程度再現されるっていう風になるのであればストロボの同調速度とかね動き物とか動いたものが歪まないとかローリングシャッターと呼ばれる部分かその辺がクリアされるのであればもう十分に要は電子でいいわけですよね。あとは、例えばポートレートトレを撮る、 フフォトグラファーの方だったら、やっぱりこのシャ,シャッターオンと呼ばれるところですかねガシャッガシャッっていうねそれは究極なんですけど電子だったとしても音をつけるつけないとかっていうことで疑似シャッターオンっていうことでおそらくは解決できる方向になるのかなとで何よりもやはり素晴らしいなと思うのはやっぱりパーツの数が少なくなるっていうことですよね例えばですがよく言われてるのがあのまあもちろんあの種類は違いますけども 完全な電気自動車車、とガソリン車エンジンを積んでるガソリン車になるとパーツの数が全然違うっていうことになるっていう感じですよね。っていう時にもちろんカメラもシャッタークっていうかねこのシャッターユニットっていうのは結構大きいわけですよね。ここがカシャカシャカシャって動かすためにモーターが入ってたりとかして一つのね部品単体が大きいとそれが仮に電子シャッターだけになってしまえば例えばシグマ FP。 とかシ FPL って僕もね FPL 最近買ったんですけど、まあ、ひどいひどいねあのローリングシャッター出るは出るんですけども割り切った電子シャッターでカメラとして構成してきているおかげでフルサイズにもかかわらず本当に名刺サイズプラスアルファぐらいのね大きさで世の中に登場してるんですよね。っていうことこは 純フラッグシップである α93 とかももしもシャッターユニットを積まないっていうふうになればまあ噂レベルでもよく言われてるんですが α7C 並みのね大きさになりつつファインダーをきっちりとしたファインダーを積めてでその上でさっき言った連射が30コマとかえ場合によってはもうほんと35コマとかねそういったことも可能になる話になってくると。 小さくてすごいスペックがギュッと詰められるなぜなら、えー、シャッターユニットを積まなくていいっていうことはね必然的にパーツを減らせるってことですね必要だった大きなパーツが減ることによって逆に言うと今までのカメラの大きさであればもっと他にね放熱の問題とかをよりクリアしやすくなったりとか 8K を積む上でもね 8K 積んでたとしても放熱の問題がシャッターユニットがないことによってかなりね、えー、放熱の 問題クリアできたたりっっていうそうい,ったいいいううそことづくめなこととが多々あると思うんですよねなのでこういよいよ大きな今後のミラーレスの流れまあシグマの FPFPL っていうのはもうかなり最先端っていうとこで出てそのまあもちろんできないこと像が像がむとかただねあの問題点はあったりはするんですけれどもかなり先を見越したえっ、ー、とまあトライしている機種なのかなと思います。ただ プロのユーザーからするとね、やはり保守的といいますか、やはりきっちりとね、ストローを飛ばさなきゃいけない、で、その上で歪みなく、えー、像をきっちりと見ていくとか、えー、バルブ撮影をしたいとかね、そういったことをいろいろやっていくと、電子シャッターとまだできないことがちょっとあるんですが、これはもう時間の問題というか、時期が来れば自然と必然的に解決できていくことばっかりなのかなというふうには、なんとなく思っているんですよね。なのの、で次 まあ、アルファ9-3が出るのであればその辺そういった形でそのシャッターメカシャッターがなくなってアルファ 7-C よりも軽くなるとかねもしもアルファ9-2と同じぐらいの重さだったら劇的なねメカシャッターがない部分の別軸での伸びしろっていうところが大きく伸びてくるっていうことでキャノンがあはどういう風に考えるかっていうところもまたね僕の中では面白いかなと思ってます。ややはり写真や カメラ屋さんっていうところでのキヤノンの思想としてはそう簡単にシャッターをメカシャッターをゼロにするっていう機種はまあ飛び道具としてね別軸で用意するかもしれませんが EOS っていうところのこのス e o s 1 3 5っていうところでのヒエラルキーのところではいきなり劇的には、うん、来るかどうかっていうところですよねそういったところでえー、まあ来るとしたら EOS の R6 あたりぐらいからね 来てもおかしくないかなと思うんですがその辺でメカシャッターがいよいよなくなる時代が来るのではというお話でしたというところで、ね、今日もすカやかにお過ごしください。それでではまたた西田あたりでしたどうも